よいしょ。じゃあ結局ね、うちがね、その AI や動物霊やウイルスや RNA から肉体世界を守ってくれる男性と結婚できなかった場合もやっぱりいっぱいあったの。さっきもちょっと言ったでしょ。なんか獣の王と結婚したことも、どの獣の稲荷が一番強いかとかいう実験かな。そんな事件もあったよ。別に気にならへんよ、結婚してしまえば。せやけど、まあ、毎日折檻されたり、ただひたすらセックスだけとか。悲惨だったよ、それは。やっぱり。慣れたら仕方ないけどなとは思ってた。誰かが最後救い出してくれたね。まあ、そんなんが結局、そのペルセウス伝説とかになっていったんですが、あるいは皆さんが一生懸命、ロールプレイング、ファンタジーゲームでプレイしている。ヒーローたちになっていったん違う。必ずうちみたいな子を救い出してくれるでしょ。そんな話多いじゃない、結構。実はこういう事情があって、それが元ネタになってるわけなの。うん、で、事情とそんな事情。嫌でしょ。ね。うちと結婚した世界の王になる。かもね。うちを通じてみんな命令できるもんね。なんなら、うちを殺すぞって、うちの首になる。でもよし、肩の言うことでしたね。そんな権力面白なくて、みんながしゃあねえなって書いた後は、うちを折檻するでしょ。お前仲間のない女じゃない。そんなんばっかしやって言ったけど、うちの先生っていうか結婚でき、しばらく結婚したくなくなった時もありました。じゃあ、獣やったらあかんのやって、その複合霊ならどうなんだ。複合霊ってさ、いろんな動物で合体させるんでしょ。アンゴルモアって言われるのに、いわゆる。でもそういう人って死に滅裂やねん。そりゃそうでしょ。な、そう考えずに実験しそうなの。死に滅裂になるのに決まってるでしょ。いろんな動物で合体してる人なんて。一貫性がないやん。アマーの持ってるの多彩さとは違うでしょ。しかもアマーはそれぞれのものについては全部アマチュアレベルじゃない。でもその複合霊は全部プロレベルだったしかも死に滅裂。どうやって付き合ってるか分からへんし、時々笑う時もあるけど、次の瞬間ボコンボコンと疲れてる。なんかそれなんかなと思った。いやちょっと歩いてんねんとか言って意味不明でしょ。次の時間だからマンモスかなんかになったのね。こうやって口で喋ったら面白いけど、実際にそんな結婚生活ね、早く逃げ出さないとと思っちゃうよ。うち会話もないし、そんななんだかっていろんな生き物の声順番で出してるだけだもん。体は人間だったのよね、その人。もっとそこにくっつけさせられたしかも自分でも喜んでくっつけてたんかな。これを合体、これを合体。あるいはいろんな英雄たちの、割と際立った英雄たち。なんかの動物の特徴があるの違うみたいな、そういった類のタイプの英雄たちもいた。完全な人間というよりかは、なんかの別の生き物の特徴もとると、それがかなり強いな、みたいな。そういう意味ではめっちゃ猫っぽいか知らんけど、実はね、今言ったのにな、猫が先祖なの？私たちこのサピエンス。メガネザルだけど、メガネザルが先祖の霊長類なの。他の霊長類が先祖の霊長類じゃなくて、メガネザルという霊長類が先祖だからね、私たちは。で、そこから分かれたのは猫だけだから。だから猫とめっちゃ近いね、私たちホモサピエンスは。他の人類と混同しちゃダメよ。他の人類もおっての。ホラーやろ。で、だから猫に似てはいましょう。ね、うちは。しゃあないよ、それ。ね。先祖、猫か人間かどっちかわからないようなものだったんだから、うちの場合ね。あなた方もそうなんだからね、本当は。さて、でもそれ以外の今日の特徴なんか持ってたら、そういうヒーローの名前を羅列して、で、自分の自我とか、騎士リングとか、ね、ダメダメな裏技があんねん、そういう。教訓とか、偶話にしか使えないけどね。そういう裏技はね。でも最初は夢中になるかもしれない。
それで、もう、そういうの夢中になってたけど、笑ってたから、ね、やってなかったら嫌だなって。教訓話として言いました、最初から言ってんけどね。でも、大受けしとったからね。安心か、やばいか、どっちかになっても、これ以上言わんとこうと思って。でも、一応、波紋っていうのは、実はね、卒業っていうのは、波紋っていう感じはね。みんななんか誤解してるでしょ。ね、やぶもんやぶるか悪いやって。それは、頼もうの道場破りのことでしょ。波紋は卒業ですよ。出ていこうやから。ね、扉をバーンと。お気に世話になりました。これが波紋やん。な。ご本人が使う言葉やけど、じゃあ、つまりね。あの文句を破門してな、俺。そういうことやねんで、破門されたじゃなくて。破門したんや、あの文句を。卒業したんだぜって言うんや、もともと。使い方間違ってんねん。で、イメージとしてはむしろ、道場破りってきた。前も言っておけたな、フェイスブックでこの話だし。